あのね、そろそろ集まれ動物の森が発売するから、ちょっと昔の任天堂ダイレクト見てたんですよ。そしたらタヌキチめちゃくちゃ出てくるの。この先もちょっと見てほしい。暮らしをサポートしてくれるタヌキ開発の案内所がありますので、まずは案内所のところ。まあタヌキちゃん昔から主要キャラみたいなとこあるから、まあ、ここ出てきてもおかしくないか。そしてもう一つ、タヌキ開発特製のスマホを支給いたします。タヌキちからスマホがもらえるらしいですよ。案内所にある作業台で、作業台のところにもいたんですけど、まあでも普通じゃん。あのタヌキちとして出てるから全然普通じゃないですか。次なの、次めちゃくちゃタヌキち可愛いの。屋外に置くこともできます。細かく動かすことができるので。いた、映り込んでる。自由にレイアウトして、ぜひ無人島での暮らし。みんな左上見て、映り込んでるの。タヌキチ可愛い、目だけチラって可愛い。普通にやりたいこのゲーム。これが決め手で買うわ。集まれ動物の森が出たらたくさん遊んでいきたいと思います。実況スタートするので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。